ロースンダスタデオンは、スウェーデン、ストックホルム郊外のソルナにあったスタジアム。閉場した2012年まで、アイク、ソルナそしてスウェーデン代表のホームスタジアムとなっていた。また、スウェーデンサッカー協会の本部も置かれていた。2006年4月1日、スウェーデンサッカー協会は新国立サッカースタジアム、フレンズアレーナを建設することを決定した。 新国立スタジアムは、このスタジアムから北部、約2キロメートルの場所に建設され、オフィスや商業施設、居住区を併設した複合施設になる。2009年に着工し、2012年に完成。計画によれば、この施設は民間の不動産業者に売却され、解体後、他の用途に利用される。自国開催の 1958FIFA ワールドカップでは、決勝戦が行われ、 スウェーデン対ブラジルの試合となったが2から5でブラジルが勝利した。ロースンダ・スタディオンはストックホルム近郊により大きなスポーツ競技施設が必要になったことで1937年に建設された。アイクはストックホルム・スタディオンを当時ホームスタジアムにしていたがほぼ毎試合満員になっていたため10万クローナをこの新しいスタジアムに出資した。建設地に選ばれた場所は ソルナのロースンダウンドー公園があった場所だった。当時そこは田舎の風景が広がっていた。コケラ落としは1937年4月18日にアイクとマルメ FF の試合が行われ、4から0でアイクが勝利した。公式完正式典は1937年5月17日に行われ、当時のスウェーデン国オーグスタフゴセイがテープカットを行った。 式典後、イングランドとの国際マッチが行われたが、4から0で敗れた。収容人数は4万人で、すべてが立ち見席だった。1958年のワールドカップスウェーデン大会では、12のスタジアムのうちの一つとして、ロースンダでも試合が行われた。スタンドは5万人収容できるように拡張された。グループリーグでは、ロースンダはスウェーデンの入ったグループリーグ、 準々決勝のスウェーデン戦対ソビエト連邦戦、そしてスウェーデン対ブラジルの決勝戦で使用された。また、1995年の女子ワールドカップスウェーデン大会でも決勝の舞台として使用された。男子と女子のワールドカップ決勝が行われたスタジアムは世界中でローズボールとロースンダの二つのみである。1980年代中頃にロースンダスタデオンは 改修を行った。西側の古いスタンドを取り壊し、レストランとスタジアムを見渡せるオフィスを併設した新しいスタンドが建設された。西側と南側スタンドの間に作られた高さ80メートルのオフィス棟は、その鏡張りのような外観から、ダラススクレーパーと呼ばれた。1985年4月20日の完成式では、ベッティル王子を迎え、アイクとエルグリーテイズの試合が行われ、 エルグリーテが1から0で勝利した。1990年代中頃にも、南側と北側のゴール裏スタンドの増築が行われた。現在の座席数は約36,600席である。ペア部社及びファベー社は2009年12月11日、スウェーデンサッカー協会からロースンダスタディオンと併設するオフィス棟を取得する契約を交わした。所有権の移転は、 詳細が決定した後に行われる予定で、フレンズアレーナが完成し、スタジアムの機能の移転後になる。ありがとうございます。